こんにちは、参議院議員の西田昌司です。今日は、この本会議が、午前午後参議院の方で行われてまして、先日の、岸田総理また、関係閣僚のですね、施政方針演説の、に対する代表質問が行われております。従いまして、このなかなかビデオを撮る時間がありませんので、お昼休みの休憩中に、自民党の参議院の、これは政調審議会のですね、まあ、この勉強会の部屋なんですけど、そこで撮らせていただいてます。今日お話しさせていただくのは、まずはですね、先日、ちょっと私読売新聞の、オンラインのニュースで面白いのを見たんですけれども、国葬反対というですね、ツイッターでこのそういうつぶやきをして送っていたんですけれども、これがですね 3.7%の方が、やってるアカウントですね。アカウントで言うと 3.7% の人がですね、何百回も、何十回もですね、一人で応募してるわけですね。そこで、この全体の過半数の、この、投稿になっていたと。ですから反対反対と言ってるんだけども、大概の方はですね、そういうこと言ってないということですね。で、これ調査によるとですね、一回しか、全体で646,296回の、投稿があったそうなんですけれども、一回しか投稿してない人が、これが、全体の 7%。で、二回から、10回というのがですね、21% もあるんですね。で、11回から100回が 44%。そして、100回以上、これが 28% と。まあ、ここまで来ると病気ですよね。まあ、こういう、本当にまあ、ここの言葉で言うとですね、ツイッターの、デモという形で、ツイッターデモと言われてますけれど、まさに、この大勢でですね、やってるような、デモ更新をやってるような、ことになってるんですけれども、実は、自分一人で100回も200回も、出してる人がですね、ものすごい数いるんですね。で、それで、世論を誘導してしまおうと。国民はみんな反対なんだと。そういう形のですね、記事になったりするんですよね。で、これは本当に極めて、危険なことですね。民主主義を、民主政治を歪めてしまう、元になるんですけれども、まあ、実際こういうのが、現実としてあるわけですね。で、1000回以上投稿している人もですね、いると言われてまして、まあ、ここまで来るとですね、本当にもう、なんて言うんでしょうかね、病気としか言いようがないんですけれども、まあ、現実、こういう方がたくさんいるということですね。で、世論が歪められてしまうんですけれども、我々はやっぱり考えなきゃならないのは、安倍総理の時もそうでしたけれども、結局常識的に考えてですよ、何回も衆参の選挙、安倍総理の下でありましたけれども、圧勝してきたわけですね。で、安倍総理、自民党が支持されてきたというのが現実としてあって、そしてその理由はですね、まあ、今までの、戦後の総理の中では類まれな、この活躍、仕事をしてきたということを国民がみんな知っていたから、それだけの、選挙でも勝ち、支持もあったわけですが、まあ、その方が亡くなったら当然、その活躍に、功績にふさわしいですね、葬儀のやり方、まあ、国葬というのは当然、しかるべきだと思っている人が多かったはずなんですね。で、しかしこれが、今鳴ってますね。これ、5分前で、そろそろ入ってくださいよって合図なんで、もう今日は短めで終わりますけれども、ところがですね、実際に、そういう常識的な判断の中で、岸田総理が、国葬を、安倍さんの国葬をしたわけですけれども、ところが、やっと決めた後ですね、とにかくものすごい数の反対が運動として起き上がっていた。その一つがこのツイッターデモなんですけれどもね、しかしそれがほんの一握りで、ほんの一部の方のですね、大量の投稿によって、歪んだ世論が作られてきたという事実が明らかになったわけですね。ですから私たちは、こういうことを、当然あるんだろうと思ってましたけども、実際に読売新聞が調べたら、今言ったようにですね、ものすごい、大量の、この、複数投稿があったということです。ですから我々はですね、こうした、インターネットなどに調査とかはですね、要するに常識的な心と目を、耳と目を持ってないとですね、常識的な、その数字だけを見ると誤った、
判断をさせられてしまう。また誤った判断を誘導するためにそういう方がやってるということもね、よく知っておかなきゃならないと思います。ということで今日はちょっと短めでありますけれども、ツイッターでも安倍総理の国葬反対の、その正体はですね、ほんの一人の人間による、大量の投稿だったという事実が明らかになったということをお話しさせていただきました。今日もご覧になっていただきましてありがとうございました。